ベンジャミン・アイザック・ブルサードは、アメリカ合衆国テキサス州、ボーモント出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1999年の MLB ドラフト2巡目で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。レッツでは、メジャーデビューが叶わず、マイナー生活を送る。2002年6月7日、クリーブランド・インディアンスにトレードで移籍すると、6月22日に、 早くもメジャーデビューを果たす。翌2003年から2005年まで一塁種としてレギュラーに定着。2006年はシーズン途中まで打率。321.13本塁が46打点と好調を保っていたが7月26日に秋マモルとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。移籍後も一塁種には主砲リッチーセクソンがいるため。 彼のバックアップ要因検体腕用の指名打者という不安定な起用が続いたもののシーズントータルでは自己ベストとなる21本塁打をマーク。2007年5月5日のニューヨークヤンキース戦で8回1までパーフェクトピッチングを続けていた王県民から本塁打を放ち完全試合を阻止している。小1塁手には手法セクソンがおり、 選手を固定して起用するマイク・ハーグローブ監督の方針のため、指名打者、外野手としての起用がほとんどであった。しかし、ハーグローブ監督の辞任、セクソンの不審もあり、一類手としての出場機会も増えていた。2007年12月13日テキサス・レンジャーズへトレードで移籍した。メジャーでのプレイは2008年が最後となり、その後はマイナーや、 メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズ、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスを渡り歩き、2013年に引退した。2018年現在はシカゴホワイトソックスのリーダーシップ、育成コーディネーターを務めている。ありがとうございます。